もう一つは真の終わり頃幸運の軍隊に壊されたことあるだと考えられています。今人形さん両側の方全部土壁です。それらの壁の中に何もないです。もともと高かったですね、 3.2メートル、今低くなりました。壁上に丸太を渡しました。今我々見たことは丸太の跡です。その上にむしろ敷け粘土かき土をかぶせました。土かぶせたからこちらの地面は周りの地面色同じ、高さ同じ、地面には印なかったです。人形さんみんな地下のつる中に置いてました。すなわち空洞でした。でも発掘された時丸太が腐っていて土が落ち込んだため上の土に潰されました。かなり壊されました。自然に倒れた状態だけじゃない、誰に壊されたことある感じです。考古学者研究して埴輪作ったばかりで誰も壊されてしまいました。その頃甲府の軍隊ここにいたんです。甲府と両方の甲府、シメソカの甲府だから大部分の考古学者は多分真の終わり頃甲府の軍隊に壊されたことあるだと考えられています。今兵隊さんたちみんな武器持ってるポーズでしょ、はい、もともとみんな本物武器持っていました。製土武器です。発掘された時一部もなくなってしまいました。多分甲府の軍隊に持っていたと思っています。